空の便は北日本などがなどで欠航が相次いでいるほか、一部の新幹線が運休するなど交通機関にも影響が出ています。日本航空と全日空によりますと、午前11時現在、国内線では北海道、東北、北陸の空港を発着する便を中心に288便の欠航が決まっています。国際線でも名古屋発着の便など8便が欠航になっていて、国内線と合わせて1万8000人以上に影響が出ています。また JR 各社によりますと、強風の影響で秋田新幹線の一部の列車に運休や遅れが出ているほか、山陽新幹線でも雪の影響で一部で遅れが出ています。